俺どっち断平か、俺どっち断平か、これ大作品。ほんと、もう帰る、ダメだ、もう帰る、お前さ、本当は宇宙人じゃね、なんで私だけ梅津和夫。はい、いや、ちょっと待って、せーの、石尾平川の声優プレイ。今回もですね、はい、趣味を作ろうの会ということでございまして、ね、はい、ありがとうございます。まあ、場所は変わらず、喫茶あかねさんなんですけどもね、はい、ゲームやろうかななんつって。ゲームゲームといってもいろいろあるでしょ。ありますけどね、うん、まあまあ私なんかにしてみないと人生がゲームかななんつって。ちょっとすいません、僕座ってていいですか。あれ、あれ、コーヒー以外脳がない平岡さんじゃないですか。コーヒー以外、まあ、それで呼ばれたけれども3人で今日は、はい、3人でちょっとこちらのね、ヒット漫画、じゃじゃじゃん。てかそもそも大作はカードゲーム好きなわけ、まあ好きかな。どのゲームも好きなんですよ、うんうんうん、人数ゲームも好きだよ。おお、なるほど。シーソーゲームも好きだ、うん、カードゲームも好きだ、うん、ボードゲームも好きだ、うん、あ、もう特にない。ゲームね、まあ、ゲームの名前ことはみんな好きだ、ゲームっ子だ、うん、平川さんはちょっとあまりね、ゲームっていうのも、そうそう、テレビゲームもやらないし、こういう何カードゲームや、まあ、カードゲームはね、仕事でやらせてもらったこともあるし、うん、プライベートでもなんかちょいちょいやったこともあるんですけど、このヒット漫画はないね。ヒット漫画ね、これ お二人は、お二人ともない感じ。僕もないですね。なるほど。 Check the mic and make sure it sound right。とりあえずはね、まあ、カルタらしいんですよ。基本はね、カルタみたいで引き出しがあって、はい、文字が書いてない。書いてないね。うん、裏には漫画のコマが描かれております、はい。いかにセリフだけでその絵を想像させることができるかっていうね、声優に必要な要素が盛り込まれたゲーム。で、まあ、例えばということでね。うん、ああ、もうすごい米米クラブ割にありがとうございます。うん、それ以上はいいよ。まあこれはなんだ、トリフだか、こっち 赤い、赤い枠のやつがトリフだ。こっちはあの白黒なのが読み札で、あの親がブッつって、はい、我々は見ない、はい、まあ、同じ絵ですよ。この中にあるね、どれかが同じ絵がこちらにも、ね、はい、取った読み札に、合うセリフをね、こイマジネーションですね、はい、イマジネーションね。どうしようかな、俺どっち断平か、俺どっち断平か、どっち断、あ、俺はいらない、どっち断平か、どっち断平か、どっち断平か、でこれに合う絵柄が、このセリフに合う絵柄はどれだって探す、自分の中で探す、うん、で見つかったらこれだっつって手を挙げて、うん、ちなみにこの2枚のうちのどっちかです、今例題はね。あ、そうなのね。そうなんですね。じゃあ例題だから。じゃあ、はい、はいはい、じゃあ平川さん、はい、どっち断平かってもう大作がやってたから。なるほど、あるんですね、そういうところでも、ね、ちょっと今僕手がついてしまいます。どっち断平か、そして果たしてそれは合ってるのか、うん、合ってないのか、ディリリリリリリリディキディーン、合ってます。よっしゃ、こうなると、読み手にもワンポイントで、取った人にもワンポイント、なるわけですな。いや、結構楽しそう。楽しそう、面白そう。早速勝負と行こうじゃないか。負けませんよ。まあ、じゃんけんでいいですかね。いいですね。じゃあ行きます。最初に、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、大作。ほんと、もう、もう帰る、ダメだ、もう今日はもう、これはね、声優界でね、流行ってるっていうか、声優は絶対やらなきゃいけない、これ波川式じゃんけんって。めっちゃいいの教えてもらった。最初はグーの時はこれをグーって出さなきゃいけない。超中芸能でも伝えていきます。いや、いらないです、声優だけですから。いらないです。逆にやってしまったら、あなた芸人じゃなくて声優になりますよ。重いですね、それは。重いでしょ。じゃあ、あなたただのグーにしてください。私だけグーで、お二人はグーですね。我々声優ですから。あ、なるほど、その、うん、しましょう。で、いいですよね。芸人さんですよね。うん、そうですよ。芸人さん、ちょっと今の流れと僕が芸人の方に見えますけれども。だから芸人さん。じゃあ行きましょう。最初はグー、じゃんけん、ぽい。あ、じゃあ私からですね。はい、私が最初の見てです。行きますよ。これね、カメラの皆さんにも見えない。見えないように。大丈夫ですかね。はい。イマジネーションをどうですか。セリフ出ましたか。わかりました、はい、いきますか、はい、お前さ、本当は宇宙人じゃね、お前さ、本当は宇宙人じゃね、はい、お、大作さん、早っ、はい、じゃあ今、これです、これです、きっとこれだと思いますよ。私が選んだカードはこちら、ででデン、お前さ、
本当は宇宙人じゃね？正解！正解！はや！ふい！なるほど。1ポイント。1ポイント。1ポイント。0ポイント。言わなくていい。じゃあ私がね、引き親になりまして、はい、引きますよ。見ない見ない。えい、ジェンツって。うわぁ、難しいなぁ。あ、じゃあ行きますよ。はい。前髪邪魔で読めねえ。前髪邪魔で読めねえ。前髪邪魔で？はい、あ、はい、あ、平川さんの方が早かった。はい、はい、平川さん、はい。こちらじゃないですか。はい。いきますよ。前髪邪魔で読めねえ。前髪邪魔で読めねえ。はい、正解。ちょっと上がりやすぎたかな。すげえ、ね、でも、ちなみに選ぼうとしたのはこれですか？いや、これでした。こちらあれあれあ、そうね、それ。でも、ね、髪じゃないもん、うん、前髪じゃないもん。読めねえでもないですし。これちゃんと、そのまんまですよ、これ。まんま、前髪がね、ちょっと長い青年、少年、少年かな、うんうん、高校生くらい。あ、これでまた私と平川さんに1ポイントずつ、レポイント。言わなくていいです。序盤ですからね。じゃあ、引きましょう。引いてください。はい、分かりやすいのが、ね、なあ、ね、なんだ、なんだ、なんだ、どれだ、どれだ、はい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 、はい、冬になるとカサカサしちゃってリップいっぱい塗っちゃうよね。冬になるとカサカサしちゃってリップいっぱい塗っちゃうよね。はい、え、いいですか。はいはい、これこれじゃないかな。じゃん、お願いします。冬になると、私の場合、唇がカサカサしちゃうから。お、増えてねえか。お、増えてねえ。薬用のリップを増えてねえか。たくさんたくさん塗っちゃって。お、随分増えてねえか。減りが早いんだよね。正解、ね、やっぱちょっと口に、顎でしょうけどね、口にちょっと触ってたから、あ、これはこれはって思いましたよ。でもお二人の感じを見て、こういう感じなのかなっていう感じ。そうですね、なんかちょっとこう、掴んできました。そうです、ストマグ芸人になるためのね。そう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 です、そうです、うん、第一歩なんで、俺よかったです、はい、もう初めの一歩ですからね。初めの全部 C ロールでいきましょうよ。なので、1ポイント1ポイントずつですね、はい、1ポイントずつ、1ポイント、はい、2ポイント、3ポイント、3ポイント、1ポイント、1ポイント。じゃあ平川さんがまた白黒読み手カードを、はい、みんな見ちゃダメよ。あ、来ましたか。これはね、うん、はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。セリフ決まりました。決まりました、はい、わかりました。じゃあお願いします。やべ、一問もわかんねえ。やべ、一問もわかんねえ。はい、お、ひろこさん、はい、うん、これです。やべ、一問もわかんねえ。ブブブブ、間違い、はい。あ、てか お手つきですね。お手つきになってね。はい、大丈夫さん。いやー、もう全然、これ絶対これだと思いますよ。これだって問題解いてるもん。さあ、どうでしょうか、平川さん。やっべ、一問もわかんねえ。正解。こいつも言ってません？言ってるね。言ってるかもしれないけど、でももっとわかる。そう。より、よりですよ。より。より。よりね。読み取らないといけないんや。そういうことですよね。じゃあ私が、はい、読み手ということでね、じゃあ白黒引かせてもらいますよ。はい、せーの、ダンス。ああ、いや、これいいのかな。いいのかな。いきますよ。はい。はい、参りましょう。なんで私だけ梅津和夫？なんで私だけ梅津和夫？はい、はい、いや、ちょっと、ちょっと待ってくださいよ。いや、パクリが悔しいな。いやいや、手が上げましたよね。上げましたね。上げましたよ。早かったですね。上げましたよね。いや、これもう視界には入ってますね。ちょっとストレートすぎましたけど。いや、でも早かった。早かった。早かった。一瞬、食い気味でパンですからね。はい。なんで私だけ梅津和夫？なんで私だけ梅津和夫？これ水ともわかる。そうね。おお、そうですよ。絶対正解だ。でもね、これぐらいのやつもやっぱりあっていい。そうだよね。面白いね、これね。じゃあね、親で。じゃあ引きますね。はい。はい
やっぱり難しいやつです。お、難しいけど、大丈夫ですか？思いつきましたか？はい、大丈夫です。はい、行きますけど、はいはいはい、お願いします、お願いします。はい。書類には母音でいいんですか？書類には母音でいいんですか？書類には母音でいいんですかね？あー、むずいな、どっちだこれ。あ、はい、はい、はい、母音だもんね。母音だということは、これじゃないかな。はい、じゃあセリフお願いします。書類には母音でいいんですか？あ、ダメですか？やめてきます。あ、でもそうですね、正解です。いいね、悩んだけどさ、あ、これは俺が取っとくべきだったね。独走を許さないためにもね。あ、そうだったね。ちょ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 取ってください。ちょ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 デカチュー。高評価、チャンネル登録お願いします。